先ですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、サキです。実はプロレスラーもやってるんです。ほう、それは珍しいな。楽しくなりそうだ。そう言ってもらってよかったわ。あの、名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。ゲーム下手くそなんですよね。見るのは好きなんで、桐生さんのを見てたいな。いませんよ、桐生さん。チャンスですよ。そうですね、あったかい服装にしーひんと体調崩したらプロレスできませんからね。うちも桐生さんとお話できて楽しいですよ。イエーイなんか楽しいわ。おお、桐生さん斬新ですね。ほんまおもろいわ。ちなみに王様ゲームはしませんけどね。暗記もとかですかね。基本的にお酒に合うものが好きなんです。なんかの記念日とかで行くならともかく、毎回必ず何ですか？男としては見栄を張りたいもんなんだよ。そうなんや。うちならそのお金をなんか他のことに使いたいな。やっぱり年上の人ですかね。リードしてくれる男性の方が好きですね。しかし、キャバ嬢とプロレスラーを兼任してるなんて珍しいな。そうですよね。皆さん珍しがられます。実際にやってみてどうだ？物珍しさで指名してくれる人は多いんですけど、いわゆる王道を求めてる人には受けが悪いんですよね。もっと人気を上げていくためには、もっと女らしい仕草とかせなあかんのかな。俺は好きだぜ、プロレス。プロレスですか？そこはうちじゃないんですか？冗談だ。だがこんな砕けた会話ができるのはお前の魅力だと思うぜ。桐生さん、確かにそうですね。うちにはうちなりのやり方がある。なんか前向きになれた気がします。ありがとうございます、桐生さん。ああ、頑張れよ。面白いことか。桐生さんに会えたことかな。それって面白いのか？桐生さん、自覚はないかもしれへんけど、めっちゃ面白い人ですよ。両親も格闘技に関わっていたので、格闘家への憧れみたいなのはありましたね。でも正直プロレスラーになるとは思わへんかったな。人生わかんないもんですね。そんなこと女の子に聞いちゃダメですよ。結婚か。そりゃ女の子ですから憧れちゃいますよね。
キリュウさんはどうなんですか？俺か？まあ、してもいいかもな。お、てれてるてれてる。恋すると、その人に尽くしたくなっちゃうかな。うちは毎日料理を作ってあげたりしたいですね。こんなこと言うとキャラに合わへんとかよく言われちゃうんですけどね。そんなことはないんじゃないか。お前は人一倍中身は女の子だと思うぜ。え、そうですか？そんな風に言ってくれるの桐生さんだけです。嬉しいわ。ですか？キリュウさん太っ腹ですね。そんなん聞きたいんですか？教えませんよ、キリュウさんのエッチ。おー、嬉しいこと言うてくれますね。もうほなガンガン行きましょう。こんにちは、元気ですか？おかげさまでな。そうですか？うちはそんなにかな。落ち着いた余裕のある人が好きですね。優しくて懐が深くてゴリラ顔の人やったら最高ですね。ゴリラ顔。浮気ですか？やっぱりいい気分はしないですよね。もしかして桐生さん浮気症なんですか？実はそうなんだ。おお、そこはなぜか正直なんですね。まあ桐生さんモテそうですもんね。わかりました、桐生さんなら許しましょう。おお、ありがとな。そんなことないですよ。よくぞ聞いてくれました。うちゴリラみたいな人が好きなんです。ゴリラか。うっほうっほ。キリュウさん。何でもない、忘れてくれ。キリュウさんは天才ですね。面白すぎますよ。うちもキリュウさんとお話できて楽しいですよ。それって恋人になれってことですか？どないしょう。キリュウさんのエッチ、そういう質問は答えてあげへん。いませんよ、キリュウさん、チャンスですよ。お休みの日は家で寝てますね。あとはネットショッピングとかかな。お仕事柄平日はめっちゃ体動かしてるんで、休日くらいはのんびりしたいんですよね。ところで、先はどうしてプロレスラーになったんだ？きっかけはあるのか？実は最初は全く興味なかったんです。でも途中から面白さに気づいて好きになっちゃって、気づいたらプロレスに魅了されてましたね。そこからは努力の日々でしたよ。辛いこともありましたけど、なんとかご縁あってプロレスラーになれた感じです。ほう、
最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、でもとある試合を見てすごい感動したんです。試合を通して生きる力をもらったっていうか、その時思ったんですよね。うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。俺にも技をかけてくれ。え？いきなりどうしたんですか、桐生さん。いや、その感動を技をかけられることで体感できるかと思ってな。多分痛いだけやと思いますよ。感動したいんやったら今度試合を見に来てくださいね。ふん、わかった。楽しみにしているぜ。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。プライベートではお嫁さんかな。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。こういうのはアピールしひんとな。桐生さんもぜひご検討を。嬉しいこと言うてくれますね。あかん、惚れそうやわ。面白いことか。それって桐生さん、喋り方的には関西の方か。おお、さすが桐生さん、京都出身です。桐生さんだけをですか。どうしよっかな。めっちゃ素敵な人やと思います。怖そうやけど実は心の優しい人なんやなって。あ、桐生さん、ちょっといいですか。これうちの連絡先、同伴のお誘い待ってますね。プロレスラーになった理由は聞いたが、キャバ嬢をやっているのはなぜなんだ。男っぽい性格やし、プロレスラーってこともあるので、もっと女の子っぽくなりたいんですよね。うちキャバ嬢ならその辺が磨けるかなって。あとはやっぱりお金ですかね。お金？はい、うちの所属団体はメジャーじゃないので、正直貧乏団体なんですよ。だから試合をしてもファイトマネーとか少なくて、結構みんなバイトしたりしてますよ。怪我も多いですから、体のケアとかいろいろお金もかかりますからね。そうなのか。プロレスラーも大変だな。そうですね、いつかプロレスだけに専念したい気持ちもあるんですけどね。俺が食わせてやろうか。ほんまですか？嬉しいです。でも気持ちだけ受け取っておきますね。やっぱ自分の生活くらい自分で支えられへんとダメやと思うんです。人のお財布で生きてる人のプロレスじゃお客さんの心を動かせへん気がして。いい覚悟だ。先はプロフェッショナルだな。ありがとうございます。でもレスラーを引退してその時お金がなかったら桐生さんに食べさせてもらおっかな。まあ考えておくかな。桐生さん、会いたかったです。これからどこ行きます？カラオケ？いいじゃないですか。
ほな行きましょう。いらっしゃいませ。二人だ。料金は。それではご。あ、うちこの曲好きなんですよ。桐生さんに聴いてほしいな。その そろそろ。じゃあ時間。あんまり知らないんですよね。いろいろ行ってみたいとは思うんですけど。秘密です。これといったフェチはないかもしれませんね。何でも妄想で保管しちゃうので。何型やと思います？そうだな、 B 型だ。残念、 A 型でした。特技ですか？料理とかは普通に得意ですね。あとはハイキックとかスリーパーホールドかな。特技というか得意技だな。そうですね。あ、得意技といえばうちのオリジナルの技がいくつかあるんです。ほう、どんな名前なんだ？さて、どんな名前でしょう。ヒントはなんちゃら銀河です。シンデレラ銀河とかか。おお、なんか曲名みたいですね。でも違います。正解はリーマン銀河でした。絶対当たらないだろそれ。あー、こういうのもええな。どうかしたのか、そんなニヤニヤして。あ、すいません、つい癖の妄想が出ちゃいまして。ほう、ん？なんだこのメモは。もしかして妄想メモか。そうです、気に入った妄想の設定を忘れへんようにメモしてるんです。豆だな。
忘れないようにしてどうするんだ？妄想代わりをするんですよ。要はまた同じ設定でもう一度妄想を楽しむんです。ほう、いろいろ書いてあるみたいだな。ん？キリュウさんの設定？あー、それは見たらあかんやつです。もう勝手に見んといてください。ああ、すまんな。もう油断も隙もあれへんやから。危ない危ない。だが先を見ていると妄想ってのも面白そうな気がしてくるな。おもろいですよ。おすすめです。そうや、試しにやってみましょうよ。キリュウさんならうちをどんな設定にして妄想します？プロレスラーかな。まんまやないですか。もっと想像力使ってくださいよ。なかなか難しいな。でも実際の設定をもとに妄想することはうちもありますよ。キリュウさんがアフターに誘ってくれて、その後にこっそり用意した花束をおいおい、俺が妄想するんじゃなかったのか？かっこいいですよね。怖そうやけど鋭利なナイフって感じがします。意外と若かったりしそうやしな。39歳でどうでしょう？嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。残念ながら40後半だ。え？全然見えないですよ。若いしお元気ですね。欲しいものですか？ベルトかな。ベルト？ズボンのベルトか？違いますよ、プロレスの方です。俺とお前前にどこかで会ったことないか？え？ありましたっけ？もしかすると夢の中であったのかもしれないな。キリュウさん、いきなりロマンチストになりましたね。変な人やな、ほんまに。え、そうなんですか？キリュウさんジムに通ってはるんですね。いつか一緒にキリュウさんとジム通いデートとかできたらいいな。やっぱり年上の人ですかね。確かに運動部でしたよ。じゃあクイズです。何部だったでしょうか？プロレスラーだし、やはりレスリング部か。残念、外れです。むしろその頃はプロレスってあんま好きじゃなかったんですよ。今は大好きですけどね。正解はバレー部でした。バレーか、確かに似合いそうだな。ありがとうございます。鍛えたおかげかな。鍛えすぎて腹筋割れてるのが悩みなんですけど。え、キリュウさん入れ墨入れてはるんですか？見たいです。今すぐ抜いてくださいよ。いやここではちょっとな。よくぞ聞いてくれ。ゴリラか。俺みたいな男ってことか？確かにキリュウさんもごついしゴリラ感はあるかもですね。
なんていうかシュッとした洗練されたアーバンゴリラっていうか、あ、褒めてますよ。アーバンゴリラ、複雑な心境だ。ほうほう、なんでそう思うんです？発育のいい女の子ばかりだからな。けしからん。そういう理由やったんですか？もっときついこと言うかと思ってましたよ。そうですね。ポケットサーキットって知ってるか？もちろん知ってますよ。小さい頃男の子たちに混ざってやってました。うちはマシーンはゴーレムタイガーを使ってましたね。それでモーターは、おお、お前話せるな。え、ちょっとこんないきなり愛の告白ですか？え、そんな、まだ心の準備が。冗談だ。もうひどいです。お、キリュウさんもそっち派ですか？うちもです。日頃体を酷使してるせいか、家でのんびりしたくなるんでな。同感です。キリュウさんとお付き合いしたらうまくいきそうかも。ほんまの親友か。遠慮とかしないで本音でぶつかり合える間柄ですかね。親友といえば、キリュウさんは男女の友情ってありやと思います？男女の友情はあるとは思うが、サキとはなれないな。え？なんでですか？うちなんか気に障ること言っちゃいました？いや、俺はサキを友達じゃなく女として見てるからな。キリュウさん、もうほんまにキザな人やわ。はあ、久々にドキドキしちゃいました。作戦成功だな。そうなんや。確かにキリュウさん小煩悩そうですもんね。優しそう。うちも赤ちゃんならもっと優しくしてもらえたのにな。おいおい、今も優しいだろう。そうですね。キリュウさんの武勇伝とかめっちゃ聞きたいんですけど。そう大したものでもないさ。話せば長くなるか。長くなるんですか？あー、ほなやめましょ。おいおい、趣味ですか？そうやな、妄想とか。も、妄想？はい。で、どんな妄想？じゃあ試しに俺で妄想してみてくれないか？いいですよ。キリュウさんですか。キリュウさんが実は消防士で、うちと付き合うことになった後火事が起きて、それをキリュウさんが助けに来てくれるんやけど、あー、ちょっとベタすぎるかな。おい、しかしキャバ嬢と実際にやってみて、ね、物珍しさですね。もっと人気は。サキはサキだろ。え？無理に自分を偽る必要はないと思うぜ。筋肉質なのも含めて、
立派な個性だし魅力だ。桐生さん、そうですよね。うちちょっと弱気になってました。ちゃんと前を向けたみたいだな。はい、うちはうちらしくナンバーワンを目指していこうっと。ああ、お酒ですか？とりあえず焼酎、日本酒、何でもどんと来いって感じです。なら今日はとことん飲むか。ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。売り上げが上がればうちのランクも上がりますしね。ちゃっかりしてるぜ。ジョークですよ。でも楽しみたいのはほんまですよ。そんなに長くないですね。早くなれって女の子らしい仕草とかをもっと身につけたいな。え、ちょっと桐生さん、いきなりですか？本気なんです？ああ、俺は本気だ。そんな真剣な顔で触らせてくれやなんて言う人初めて見ましたよ。そうか。そうですよ。もう変な人ですね、桐生さんは。そんなに多くないですね。基本的に狭く深くって感じです。ほう、そう。女の子って結構群れたりとかするの好きじゃないですか。その辺は男らしいのかな。恋するとめちゃめちゃ女子なんですけどね。なるほどな。男としては付き合いやすいタイプだと思うぜ。よかった。プロレス界も男社会ですからね。そういう意味では合ってるの。本気で言うてはるんですか？これといったフェチはないかもしれませんね。ところで先は、実は最初は全く気づいたら辛いこともある。はい、その時思ったの。俺も感動させたいな。え、じゃあ桐生さんもプロレスラーになります？素質は十分ありそうですけど。いや、夢を語る先が輝いて見えてな。俺も負けられねえと思ったんだ。そういう意味ではもう感動を分けてもらってるのかもな。桐生さん、嬉しいこと言うてくれますね。いつかそれ以上の感動を届けます。桐生さんがそういうところに。あー、変な想像しちゃう。話題変えましょう。行ったことないんですよね。そうだな、尾道はスナックくらいしかないからな。スナックでママ相手に話をしながらちびちび酒を飲んだりってところか。へえ、なんか素敵なシチュエーションですね。ほどほどにな。せやな、最近は恋愛ソングみたいな女の子向けの曲をよく聴きますね。おお、意外だな。こう見えても中身は乙女なんですよ。ふふん、可愛いでしょ。
プロレスラーになった理由。男キャバ嬢なら。お金。はい。だから試合怪我も多いです。そうなのか。そうですね。プロレスを頑張るのは結構だが、それは少し困るな。え？なんでですか？もちろん、お前に会えなくなるからだ。キリュウさん、もう何言うてはるんですか。でもそうですね、実際にこのお店で出会ってプロレスファンになってくれた人も多いんです。その人たちのためにもこのお店を続けつつトップを目指すのが一番ですよね。そうだな、両方でナンバーワンを目指すのが一番かっこいいんじゃねえか。そうですね、うちキャバクラ界でもチャンピオンベルトを取ってみせますよ。いろいろ歌うけど、やっぱり可愛い系の曲ですかね。結構すっきりしますよ。ほんまですか？ほな試してみちゃおっかな。今日も楽しかったな。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ところで桐生さん、一つご提案が。うん？なんだ？この後お時間とか大丈夫です？もしよろしければアフターとかどうかなって。俺は構わないぜ。いいのか？もちろん、血の果てまでついていきますよ。やったー、約束ですよ。じゃあミレニアムタワーの前あたりで待ち合わせでいいですか？ああ、じゃあ後でな。はい。はあ、めっちゃ楽しみ。お待たせ、キリュウさん。ああ、それじゃあ歩きながらどこに行くか決めるか。はい。あ、うん、どうした？あの子、うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。おお、咲のファンか。声をかけてやったらどうだ？うん。あれ？あの、もうお金はなくて。はあ？お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でもうち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お前から金取らねえとよ、俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの？弱い者いじめか。最低だな。あの子、確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん、もうこういうのやめてくれないかな。はあ？お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ？もう逃げたくないんだ。そうですか。なら仕方ねえな。あ、
邪魔すんなよ、おっさん。関係ねえだろ。残念だが、関係あるんだ。こいつは、俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。何言ってやがる。もういい。このおっさんから金踏んだくろうぜ。こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時はこんなんじゃ済まねえぞ。ありがとうございました。いや、俺が助けたのはお前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。え、サキさん大丈夫？怪我はない？はい、サキさん、僕約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど、ごめんね。こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。ううん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え、この前の試合、サキさんでっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕あれで感動したんです。サキさんかっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だからサキさんに言われなくても僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん見せてください。じゃあさようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。桐生さん、うちプロレスラーになってよかった。ああ、ごめんなさい、桐生さんに喧嘩させることになっちゃって。俺が勝手にやったことだ。気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんな奴だろうと一般人に手は出せないだろ。さあ、せっかくのアフターなんだ。いつもの明るい先に戻ってくれないとな。うん、せやね。ほな、行く前にちょっとだけ時間くれへん？うん、ああ、構わないか。桐生さん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたよね。
キリュウさん大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。